生えてない。計画では15時に帰宅し、うん、お兄ちゃんこの人は上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。どこで聞いた。これによって言うとば、それなら私の右手に注目なさい。ん？この手が何？これ本当は殴りに行ってたの。やられる前に。暴力反対。ジュース。いらっしゃいガブ。ガブちゃんこんばんは。すごく怖かったんです。私も実はスケキヨです。どこから持ってきたんだそのお面。それじゃあおやすみ。はい、おやすみなさい。エルゴミキュ。脅かしがいがあるな。いい加減寝たら。怖くない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 。お医者さんに行くと膝の皿に藤壺がびっしりと。そうや、これが会話モーションなんや。これが歩行モーション。これが意地悪しないでください。ごめんな、青葉ちゃん素直やからつい。失礼します。ん？な、タケちゃん、高い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 。お前も大変だな。でもおっぱいはちっちゃいですね。拙者の名は八塚五右衛門でござる。討ち死になされた木の下氏に代わり、ご塾にお使いすることいたず。また幼女ですか。失敬、拙者長セリフが苦手ゆえ。30文字くらいが限界なんだな。うるさい。君どうかしたの。あ、迷子。つかぬことを伺いますが、あなたおいくつ。15だけど。私は17だ。見込めるなアホ。何をするの京子さん。触れたところ。もう私今口内炎が痛いの。いや、よく降るね。メガネ曇って大変だな。曇らないか。メガネ曇って大変だね。で、羽川翼じゃあ。お兄ちゃん。こいつは。おい様、お前丸かじる。ちゃんとよく焼いて食べる。焼いても美味しくありません。最近野菜も食べてるから。俺様ベジタリアン。日に2回も爆裂魔法を打てるな。いきなり何するんですか。心臓止まるかと思いましたよ。何ですか、セクハラですか。この非常事態にセクハラですか。バカ、そうじゃない。効率を考えての奴隷に立ちだ。なあ、ちょ、お前まで。前に手を突っ込まないだけありがたいと思え。すみません。私のとかぶってる。フルールドラパンです。ありがとうございます。残りのチラシ
私は。ああ！そこ解きなさいよ！解きなさいって！ああ！解いてください！お願いします！ウサギに土下座してる。お願いします！お願いします！ほら。水先輩！もちろん苦情君が持つのだ。君、勝手に人の荷物…コンパス？こんなのヨットにあるって。救命胴衣もいらない。着替えの山も一着でいいし。え？なんで食器セット？これおかしい。椅子？君、難民なの？必要だったら必要なのだ！俺に足りないもの…種島いじりだな。ふれふれ、何が起きるって？どこに連れてったんだ？わかりません。私の上の黒いうちは見逃せないわね。やっぱり飛んだ大物。いけません。人の夢を邪魔する者は私が成敗です。さあ、あとは自分の手でやり返すのです。つかみたいものがあるなら、時には自分の手を汚す覚悟も必要なのです。何このかっこいい子。お嬢ちゃん、さすがに台所のお塩じゃ除霊できない。悪霊退散。これが塩の力です。物理攻撃は有効でした。何すんだクソガキ。虐待はおやめなさい。暴力は悲しみを生むだけです。お前が言うな。人に協力を求めておいてその態度はどんなのかしら。今の話が役立ったなら言うべきことがあると思うのよ。ああ、そうだな。助かった。お前のおかげで光が見えたぜ。ペアコ、愛してる。おろつかしら。トロワザ。あ、コバト、どうした？コバトちゃん。あ？コバトちゃん、こんにちは。何して遊びましょうか。いや、コバトさんも水着持ってきたの？いや、あは、超拒否られてる。いくら思ってもいくら信じてもそんなものないんだよ。プレゼントなんてないわよ。うわぁ、騙したの。あはははは。なんだこのクリスマスは。もう最近特にいじめっ子だよ佐藤さん。もう分かった。やってやる。やってやるって？佐藤さんに復讐してやる。怒った私は怖いよ。可愛いな。太ったら見捨てられるんだ。だから太っちゃダメです。太っちゃ、どっちゃダメです。どっちゃ。ずるいわよ。キー君ばっかり赤ちゃんで遊んで。すみません、あまりに可愛いんで。まあ、まあ、会長。やば、燃えた。